山系チャンネル。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、やもしいです。今日は、私立中受験の、ね、N 進法について、学習をしていきたいと思います。はい、じゃあ、問題はですね、こちらになります。はい、2枚並べると2枚並べると正方形になるタイルがあります。このタイルは表がね、白抜けのやつ、裏がまあ黒の斜線になってます。このタイルを下の図のように8枚敷き詰めて数を表すことにします。はい、1はここ、2はここ、3はこれ2つ足したやつ、4はここ、7はこれ3つとも、16はここ。はい、で、これね、予想されるのがここが32で、ここが64で、ここが128だなって、ね、二進法にちゃんとなってるなっていうのをこれ気づけるかどうかですね。はい、ね、まずこの55を二進法で表してみましょう。はい、二進法の表し方は割り算すればいいです。で、最も近いのが、これ27ですね。2で割ると27で、余り1、横に書きます。次、で、また2で割ります。2で割ると13、余り1。はい、ね、まあ、2×13、26で、27と26では1差があるから、余りここ1。はい、次、また2で割ります。6だから、1か。はい、で、2で割ります。3、ここってことは0ですね、余り。で、最後、2で1。はい、なので55を二進法で表すと、この余りの数がね、二進法になりますので、111101です。はい、これ二進法です。で、あとはですね、これをね、計算をしていきましょう。ね、まずこれ、1の位、10の位、100の位、ね、1000の位、1万の位。なので、右から何桁目なのかっていうところを考えると、これ、ね、5桁目ですよね。なので、1、2で次の位に行くんですよ、二進法は。1の位が2行って、次3に行くんではなくて、10の位にも次に行っちゃうのが二進法ではありますので、これ、よくよく考えると、32+16+4+2+1 だから、これを縫いつぶせばいい。なので、32が表すところが、よいしょ、ちょっと適当に書こう、ちょっとこうか。はい、3216がここってことは、次ここが32なんですね。3216で、4を表すところがここなので、ここ塗りつぶして、で、2がここで、1ここだから、なので、最終的にここ1番の答えはこんな感じの図になります。はい、まあ正直ね、これをやらなくても16だから、ここ次ね、
4がここで、ね、次8がここかなみたいな、ね、8ここで2倍になるからここ16でさらに2倍になるからここ32でさらに2倍になるからここ64さらに2倍になるから128っていうのがね、分かれば、あとは55になるようにこれ塗りつぶすだけなので、32と16で残りが、48だから7だから7になるように、ね、塗りつぶす。なのでここを出さなくても55にするように塗りつぶせば、丸になりますよっていうやつですね。はい、で、これの2番が、ね、これで表すことのできる最大の値はいくつですかっていう問題がね、最終問題なんですけど、いわゆるこれ全部塗りつぶしたらいくつですかっていうところなんですけど、今言ったようにここ128、64、32、で16、8、4、2、1、ね、2倍なのでこれ全部足していただくとね、できます。なので12、14、15、こうか、はい、なので、これで表すことのできる最大値は255だよって、全部足すだけです、ね、128、64、32、16、8、4、2、1、これ何がこの四角に数字が当てはまるかを考えていくと、ね、これ求めることができますよっていう問題ですね。なので、この四角形の塗りつぶし問題はこういうね、形で、この規則性で、でさらに、ね、N 進法を使ってやるような問題になってますので、まあほぼほぼこれと一緒の問題になるかなと思いますので、ぜひですね、N 進法の問題はこんな感じで解いていただくのがいいのかなと思います。はい、じゃあ、また次回ですね、違う私立中の問題をやっていきますので、ぜひそちらも、見ていただければと思います。それでは失礼いたします。